明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。エモル図書館。私の名前はカトン葵、都内の私立高校に通う高校3年生。この授業よくわかんない、絶対単位落とすわ。まあいいじゃん、それよりサボってカラオケ行こうよ。私は高校に入って遊びを覚え、絵に描いたような落ちこぼれでした。葵、マジ可愛いよな。やめとけ、高嶺の花だ、それより勉強だ。周りは受験戦争真っ只中ですが、私は勉強もせずにダラダラとした生活を送っていました。自宅に帰っても暇、やる気が出ない。そんな時に見つけたのが友達トーク。なんだこれ、出会い系アプリっぽいけど、無料のチャットアプリに近い不特定多数の男の人とやり取りできるサイトでした。受験勉強もやる気出ない、男っ気もちょっと欲しい。まあ彼氏もいないわけだし、面白そうだからちょっとやってみるか。イケメンっぽいやつはなんか危ない感じがするな。あ、この人タクヤさんって言うんだ、有名国立大学2年生だ。ちょっとメッセージ送ってみようかな。受験のことが聞けるかなってちょっとした下心もあり。こんにちは、葵です。今受験生なんですけど、勉強に飽きちゃってメッセージ送っちゃいました。ちょっとお話ししませんか。すると、こんにちは、タクヤです。僕はそんなに面白くないけど、僕でよかったら。なんだこいつ、アピールするだろ普通、自分から面白くないって言うか。逆に興味が惹かれ、何日間かチャットが続いたある日、こんな返信が来た。受験生って言ってたよね、よかったら勉強を教えましょうか。マジで？勉強しないといけないし、本当にちょうどいい提案だった。会うのちょっと怖いけど、勉強教えてくれるのはラッキーだわ。どうせ一人じゃ勉強飽きちゃうし。ということで、前向きに考えてこの拓也さんと会うことにした。こんな形で人に会うのは初めて。内心ドキドキを通り越してちょっとおかしくなってたかも。どんな人だろう、いきなり襲われたりしないよね。待ち合わせの場所でビビってた。その時、こんにちは、タクヤです。葵です。おお、写真以上に地味だな。というのが第一印象でした。さすがガリ弁って感じ。今日は勉強を教えてあげるからね、参考書とか持ってきた？はい。勉強は会うためだけの口実かと思っていたのですが、意外にもすぐに勉強の話へ。紳士的なのか。早速勉強を教えてもらったのですが、本当に驚きました。この問題はね、 X と Y の関係性を。教え方がものすごくうまい、最高の家庭教師じゃん。その日は2時間数学をみっちりやって。じゃあ今日はここまで、今度は英語を見てあげるけどどう？いいんですか？ぜひ。手につかなかった勉強が嘘のように進みました。それどころかちょっと勉強が楽しかった。それからというもの、私がわがままも言って、多い時では週3くらいで会ってもらった。それもデート的なことをするわけでもなく、毎回ただ勉強するだけ。2ヶ月が経った頃、よくよく考えてみるとおかしいことに気づいた。でもなんで私なんかにこんなに時間を割いて勉強を教えてくれるのかしら。しかもただで。どうしても気になった私は直接聞いてみることに。すると、まあ教えるのが好きだからかな、せっかくなら大学に受かってほしいじゃん。そうなんだ、なんだかしっくりこない答えだった。これが他人の私に必死に教える理由なのかな。さらに1ヶ月が経った。相変わらずすごく丁寧に教えてくれる。現代文はしかしの後に重要なことが書いてあることが多いから。私をデートに誘うわけでもなく、この人には下心なんてない。どうしてもあの疑問が消えない。ねえ拓也さん、なんで私にそんな必死に教えてくれるの？それは別に理由なんてないよ。そんなわけない、お願い、何か理由があると思うの。本当は。すがるように聞く私に拓也さんがくれた答えは衝撃的な内容だった。実は葵が死んだ妹に見えたんだ。死んだ？そう、大学で急性アルコール中毒になったんだ。それから拓也さんは詳しく話してくれた。
妹さんは大学受験の時に国立大学の拓也さんを頼ったらしい。お兄ちゃん、勉強教えてほしいんだ。お兄ちゃんは今日はサークルの飲み会があるからダメ。しかし大学生活を満喫していた拓也さんは全然相手にしなかった。妹さんは志望校に落ち、滑り止めの大学に入ったんだけど、学内の低俗なサークルに強引に勧誘され、はい、行くとこまで行っちゃって最高。無茶な飲み方を強いられて、妹さんは急性アルコール中毒で帰らぬ人となった。だから受験生の私を見て勉強を教えてあげて第一志望に受からせたいと思ったらしい。 ごめんなさい、嫌なこと聞いてしまって。いいよ全然、それは疑問に思うよな。そんなことよりさあ勉強だ。いつからか私は彼といる時間を幸せに感じていました。意外と横顔かっこいいじゃん。必死に勉強を教えてくれる彼の姿に惹かれ始めていた。だから理由を聞きたかった。でも拓也さん、なんで出会い系やってたの？正直彼女が欲しかったんだけど、受験生だって葵が言うからそんなの吹っ飛んじゃった。いいこと聞いた。彼女は欲しいんだね。それから数日後、拓也さん、第一志望変わった。え、どこ？一橋大学。おいおい、俺の大学じゃん。全然無理だぞ今の成績じゃ。私は妹さんの代わりにはなれないし、なるつもりもない。でもね、その代わり、おお、受かってる葵。やった、奇跡奇跡、拓也さん、拓也さんの恋人にしてもらうんだこれで離れられないぞ。愛の力は偏差値もひっくり返すんだ。